prisoner of Shangri-La. Ah. The Omi Invasion. Oh boy. Chapter 9. Getting there. Dude, there are 16 or 18 chapters. まるで軍隊のようだった。軍隊か。大丈夫か、大吾。柏木さん。体は問題ないのか。すみません。合田会長を守りきれませんでした。それは聞いた。気にするな。お前が無事で何よりだ。 You're alive, so let me kill you slowly with this cigarette here. お前と合田会長を拉致した奴らはどこのドイツなんだ。詳しいことは分からない。だが、自分たちのことを人言派と呼んでた。本当に人言派と言ってたのか。柏木さん、ご存知なんですか。ああ。だが人言派は壊滅したはずなんだが。 さっき、父兄に連絡して、人言派のことを調べてもらったら、そんな組織の記録はないと言ってたわ。人言派は、世間では全く知られてない組織だからな。けど、それだけの組織だったら、警察の記録には残っているはずよ。警察は人言派の存在を抹消したんだ。どうして？あれは、20年以上前のことだ。 当時の組室長は堂島組以外に海外の勢力がひしめいていた。その中でも最大の組織が韓国の人言派という組織だった。登場界で中堅だった堂島組が大きくなるには、そういった組織を制圧するしかなかったんだ。でやるんでか、親さん。ああ、皆殺しだ。皆殺し。 どうした？何か問題でもあるのか？いや、なんや風間、行さん人殺したお前が何ビビっとんねん。そういう問題じゃないんだ。親父、戦争以外の選択はないんでしょうか。何アホなこと抜かしとんねん。先に喧嘩ふっかけてきたんは向こうやろが。 やられたらやり返す。それが極度や。なあ風間、お前の言うことがわからんでもない。やさん、まあ待て。だがな、あの人言派ってやつらは別だ。やつらのやり方は尋常じゃない。このままだと 堂島組が壊滅ってことにもなりかねない。ですが、叩くなら今しかない。下手な情を挟めば、それが禍根を残す。だから、やるしかねえんだ。わかるな。はい。でも本当に皆殺しにする必要があるんでしょうか。当たり前や。うちとこの組員が何やられた思てんねん。 わしはあいつらの息の根止めな気が済まんねや。奴らのアジトはディスコホールの裏のビルにある。チャンスは今夜だけだ。任せといてください。はい。風間の親父さんは最後まで迷っていた。だが、 白いものでも親が黒と言えば黒になるのがこの世界だ。結局組のために風間の親父さんは島野のおじきと共に人言派のアジトに乗り込んで組織を壊滅させた。I get it now, and that's what the one dude saw at the very beginning. 結果堂島組は神室町を手中に収め、 登場界での勢力を伸ばした。その後、島野のおじきは独立して島野組を直系に昇格させた。その時の構想で堂島組一派は組織を大きくしたってわけか。堂島組だけじゃない。
東条会もその勢いに乗じて関東一円に組織を拡大させていった。でも今の話じゃ神言派は壊滅したことになるんじゃないのか。その通りだ。神言派は壊滅したはずだ。だがもしかしたら生き残りが存在していたってことになるのか。生き残り？じゃあその生き残りが合流会とつながってるってことになるな。ええ。でも。That's gotta be some sort of big offense. それだけ大きな事件なので。どうして警察は動かなかったの？当時警察は神言派の実態をつかみかねていた。だから堂島組に奴らの壊滅を任せる形を取ったんだ。つまり見て見ぬふりをしたってことなのね。まあそうだろうが、本当のところは当時の担当刑事でもなきゃわからんだろう。担当刑事？誰なの？名前までは覚えてない。何せ20年以上前の話だ。そう。しかし偉いことになった。合田会長はさらわれたまま、合流会は神室町を狙っている。それに神言派の影、それに伊達さんをはめたネズミの存在。次は一体誰が何を仕掛けてくるかだ。そんなもんどんな手で来ようがやるしかねえだろ。 Yeah。Okay. Maybe he's got some ideas. Hey. Alright. So we got a funeral tomorrow? Hey. Ne. Head to the Tojo Clan headquarters. It's Terada's funeral, everything else can wait. Boy, I don't have time for you guys. To the headquarters we go. The funerals are always very intense. Should be starting.Very soon. Oh, man. あの神言派が合流会と手を組んだとなれば、また多くの血が流れることは避けられないね。とにかく一刻も早く合田会長の居場所を突き止めることです。杯さえ交わせば奴らの動きは封じられる。おい、何者だあいつら。どうなってんだ。Oh, great. These dudes are relentless. And this guy's definitely a traitor. What's going on? Something's not right here. ここから先は一歩も通さない。今日はリュウジさんもおらへん。アンさん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいます。やれや。 On the day of a funeral? What is that?
Nice. Daigo. 合流会か。はい。キリュウハ、葬儀の日に殴り込みとはどういうつもりだ。うちの若いもんは血の気が多てかなわんわ。やめ言うてんのに勝手に突っ走ってしもうたんや。ほんますまんことしたの。どの面下げてきたんだ。寺田藩には昔よう世話になったさかい、証拠をさせてもらいに来たんや。おめえの証拠など受けられねえ。とっとと帰れ。さっきからおっかない顔しとるけど、あんた何もんや。若頭代行の柏木だ。ほんまでっか。わしはてっきり葬儀屋のおっさんかと思ってました。まあ人手不足の東条会さんなら知らないかもしれませんな。死んだ会長はよそ様の組からヘッドハンティング、会長代行は未亡人のオーバーハン。こないな組と喧嘩してると思うとチートばかり投げてきます。寺田会長ぶっ殺したんはてめえの仕業だろうが。おお兄ちゃん、この前の勢いはどこに行ったんや。畜生、ぶっ殺してやる。郷田会長はどこにいるんだ。空気のええところでゆっくり休んでもらってます。目的は杯を阻止するためか。せえ、天下の近江連合とこんなヨレヨレの組が杯交わすなんぞバランスが取れへんやろ。てめえ喧嘩売りに来たのか。ちゃいますねんちゃいますねん。今日はほんまに寺田藩を弔うつもりで来ただけです。それにわしも人の子や。厳粛な葬儀の場でドンパチやるほどアホちゃいます。香典です。お納めください。交流会の金など受け取れん。登場会は1年前にタガが100億のことでうちは揉めしとったやないですか。銭に困っとるんなら素直に受け取った方がよろしい。こんな子供じみた挑発をして近江連合の6代目を継げると思ってんのかい。あんたが会長代行やな。郷田会長の気持ちを思うと胸が痛くなるよ。何が言いたいんや、オーバーハン。親はね、どんなに出来の悪い子供でも可愛いもんなのさ。けどね、これだけ筋違いのことをされちゃ血のつながった親としては死ぬほど情けないはずだ。わしと親父は血などつながっておるんだ。え、せやから親の情なんかあれへん。あるのはお互いに憎しみの感情だけ。あんたも大変やな。出しゃばりなおかん持って。てめえ、今日はもうお遊びはなし。お邪魔なようやし、そろそろおいとまさせてもらいます。そうやな。3日やな。3日。ええ、わしらもその間は喪に服させてもらいます。せやから3日後再選と行きましょう。再選だと。そうや、もうこれ以上ごちゃごちゃせんと一気に片付けましょうや。カムロ町に血の雨降らせたります。
せやけど、うちには礼儀知らずのおっさんおるからの。多分今頃、カムロ町のどこぞで派手なパフォーマンスを繰り広げとるはずや。礼儀知らず？誰だ？戦国や。戦国？Oh boy. 3 days. 3 days. The heck? Why are the helicopters flying so low? Love Majima. So we didn't even get to see what happened at the funeral? Down here, take a right, and then go to the center. He's pretty messed up. 兄さん、約束やったからね。ちゃんと守ったで。ああ。それより、はよう登場会の本部に戻るんや。なぜだ？連中、街中でヘリ飛ばしたり、兵隊を行進させたりしたんは、キリュウちゃんをここにおびき出すためや。ほんまの目的は、本部を乗っ取ることや。本当か？ああ、裏で戦国組を手引きしたんは神道や。神道か？あのドアホ、金で願ったんや。神道、はよう行けや、キルちゃん。 He's gonna pay。 ここは私に任せて。あんた、近くで見るとえらいべっぴんさんやないかい。わしの女に。無駄口聞かないで、静かにしてなさい。じゃあ、頼んだ。え。All right. Okay, yeah, if we head right down here, we should be able to take a cab. Oh no. I don't have time to fight these dudes. All right, fine. Yeah.
There we go. しばらく寝てろ。どちらまで行かれますか？それでは。All right, before we move up, I need to fill this up with some water. So I will be right back. She knows every single time I say I'll be right back or all right or something. She gets up. She's like, oh, you're opening the door? Oh, must be a trigger word that she knows. But anyways, my dog. So BRB. All right. I'm back and let's go ahead and see what's going on here. So we just got to Chojo Clan headquarters. Not sure what's happening. Oh, there we go. Oh, it's great. It's the Nishiki family. こんなことをしてただじゃ済まないよ。もう勝負はついたんですよ。姉さん、あなたが留守の間一仕事させてもらいましたよ。戦国に買収されたそうだな。これでもう東条会の現体制は崩壊です。あなたの小細工で右往左往するような東条会じゃないわ。いいや、自分には聞こえるんです。東条会が音を立てて変わっていくのが。今頃他の幹部は戦国組が送り込んだヒットマンの餌食になっていることでしょう。何？神室町に戦国組の兵隊が現れたそうだが、今日は五代目の葬儀だ。絶対に挑発に乗るんじゃねえと下の連中に言っておけ。はい。おおスナップ。ダーン。Damn, dude. I guess they pull out an Uzi or something. Or that. They just went around assassinating everyone, Hitman style. Holy crap, dude. Hazukashiku ne no ka? Teme ga sewa inatta toujou kai o uri watasu yona mane o shite. Uri watashi wa shimasen yo. Watashi ga jiki kaichou no zan ni tsuite, tsuide ni ane-san wo jibun no mono ni shimasu.何を言ってるんだい。俺はね、姉さん、
前からあんたに惚れていたんですよ。私から逃れることはできませんよ。お前何してるか分かってんのか。あんただって1年前に錦山の親父と女取り合ったでしょうが、それが原因で東条会がガタガタになっちまった。結局俺もあんたも同じ穴のムジナってことですよ。お前の女になんかなるつもりはないよ。方々に女を作っていた堂島組長より、私の方が姉さんを幸せにできます。あんたにあの人の何がわかるってんだい。他に女を作ろうとなんだろうと、私はずっと堂島宗平という男だけを見続けていた。死んだ今でも気持ちは同じさ。死んだ、聞いたろ。好きになった男を愛し続けることができる、それが女の強さだ。そんな脳書きはどうでもいいですよ。欲しいものを力で奪う、それだけです。そんなことは俺が許さねえ。受けて立ちましょう。あんたの首取って東条会の跡目を継ぐ。そして俺は姉さんを手にするんだ。 He's crazy。 時代は変わるんですよ。At least I have a switchblade to try to even the odds. Get back here, you. This is where you want to fight? There we go. Take that again. Just stabbing the crap out of him. Yeah, buddy. Not getting enough from that one. Hey. Damn you, Shindo. I love how that's just the information. Did we make sure he's dead? Like, there's no pulse, nothing. Uh-oh, what am I about to walk into? We left and these guys still had their guns to their head. Uh-oh. Oh no, oh no, of course. See? That's what I'm saying, we should've.
confirmed he was dead first. Feel the heat. There we go. Take the guns. Why doesn't he carry, at this rate, why doesn't he carry a gun on him at all times? てめえの欲で組をめちゃくちゃにしやがってぶっ殺してやる。情けない神道のような男に喉元に刃を突きつけられるとは。大公、申し訳ございませんでした。お前の責任じゃない。正面から来るのならまだしも、こうも裏をかかれちゃ手の打ちようがないだろう。いいかい、組員に伝えるんだ。神室町で近江連合の者を見かけたら容赦することはない。力ずくで叩き出せとね。はい。おふ。Chapter 10, Survivors. これだ。何？何？堂島組が人言派を？はかどってるか、誠。なんだ、河原さんか。脅かさないでくれ。悪かったな。ちょっと表の様子を見てきた。まだ誰にも気づかれてねえみてえだ。13号資料室なんかに近づく人間はそうはいねえだろ。ついにその事件にたどり着いたか。さすがだ。知ってたのか、この事件を。ああ、最後のページを見てみろ。河原さんと府警の別所さんが。ああ、俺たちが担当したんだ。あんた、この事件を知ってて今回の捜査に参加したのか。ああ、公安の倉橋は人言派を探ってると耳にして捜査の協力を申し出たんだ。なぜ。俺はその事件に借りがあるんだ。借り？もう俺の役目は終わった。あとはお前に任せる。どういうことだ。わけは聞くな。はい。河原さん、Is that his? あの人言派の事件を課長が担当していた。Hmm. ってことは、柏木さんの言ってた担当刑事っていうのは。ああ、別所さんだ。本当に？間違いない。極秘の資料に名前が載ってた。河原のおっさんもそう言っていた。私にはそんなことは一言も言ってなかったのに。河原さんは。You left. 俺にこれを渡して事件から降りた。どういうことだ。わからん。だがあのおっさん、まだ何かを握ってるのは確かだ。どうやらこの事件に借りがあるらしい。借りか。
どうしたんだ。信じられないのよ。どうして課長が。記録によると、当時カムロ社の4階にいた別所さんは堂島組の動きを察知していた。だが裏で手を回して事件を黙認したらしい。つまり課長がヤクザを利用したのね。カムロ町の治安を回復させるには一番手っ取り早い方法だと判断したんだろう。しかし上層部にそれが漏れて別所さんは府警に飛ばされた。伊達さんはもうこの辺で手を引いた方がいい。人言派はただの組織じゃない。深追いすると命に関わる。それに警察に追われているんだ。バカ言え、今更後に引けるか。お前これからどうするんだ。合田会長がまだ見つかっていない。龍二を追いかけて関西へ向かう。ああ、ん？ええ。I just need to kill time. All right. Well, right here. Oh my god. What's up, man? I actually have to hop off right now. Yer. Oh man. Oof. Oof. I was literally about to go through my whole spiel of hopping off for the night. That's alright. Sorry, man. I would stick around longer, but my girlfriend's getting done work soon. I gotta go meet up with her, and then we're doing something tonight. So, yeah. I got a good amount of progress, though, today. I hit chapter, I think it was chapter 9 or 10. I think it was 9. I'm really enjoying the story for this one. They're all just so good. And I can't wait to play the Majima story afterwards. But yeah, I'm gonna have to hop off. Bet I appreciate it for you stopping by either way though. You still did. And yeah. Hopefully I might be back on tonight with some Arma. Maybe tomorrow if nothing's going on. Not 100% sure though. We'll see. But yeah. All right. Have a good night. And hopefully I'll see you next time. Adios. And good night.